アインランドは、ロシア系アメリカ人の小説家、思想家、劇作家、映画脚本家である。本名はリーサジノビエブナ・ローゼンバウム。2冊のベストセラー小説、水源、肩をすくめるアトラスで知られる。また自ら、客観主義と名付けた、思想体系の創出者としても知られる。ロシアで生まれ、同国で教育を受けた後、1926年に、 アメリカ合衆国に移住。ハリウッドで映画脚本家として働き、劇作品の一つは1935年から1936年までブロードウェイで上演された。初期の小説2作品は当初それほど評判にならなかったが、小説、水源で名声を得た。1957年には代表作の小説、肩をすくめるアトラスを出版。その後は、 自らの思想を伝播するノンフィクションに転向した。自ら雑誌を刊行し、いくつかのエッセイ集を発表し、1982年に死去した。ランドは理性を知識を得る、唯一の手段として擁護し、信仰や宗教を拒絶した。合理的かつ倫理的なエゴイズムを支持し、倫理的利他主義を拒絶した。政治においては、実力への着手を非難し、 衆参主義及び国家主義に反対した。また、無政府主義にも反対した。最小国家主義及び自由法人資本主義を、個人の権利を守る、唯一の社会制度と信じ、支持した。芸術においては、ロマン主義的写実主義を衝動した。一部のアリストテレス派哲学者や、古典的自由主義を除き、 ほとんどすべての思想家及び思想的伝統を辛辣に批判した。文芸評論の世界では、ランドの虚構はほとんど認められていない。アカデミズムの世界では、ランドの思想はほぼ無視、または否認されている。客観主義運動は、ランドの思想を一般及び学会に広めることを目指す運動である。リバタリアンやアメリカの保守主義において、ランドは、 大きな影響力を保ち続けている。ランドは1905年2月2日にサンクトペテルブルクに住む中産階級の一家の三人姉妹の長女として生まれた。父はジノビ・ザハーロビチ・ローゼンバウム、母はアンナ・ボリソブナで、二人はほぼ非準主派のユダヤ人であった。父、ジノビ・ローゼンバウムは薬剤師として成功し、 薬局一店舗とこの薬局が入るビルを所有するに至った。ランドは学校には退屈し、彼女自身によれば8歳の時には映画の脚本を書き始め、10歳の時には小説を書き始めた。ランドが12歳の時、2月革命が起きた。この時はニコライニセよりもアレクサンドル・ケレンスキーに好感を持っていた。その後の10月革命と、 ブラジーミル・レーニンが指導するボリシェビキの独裁確立により、ランドの一家はそれまでの快適な生活を破壊された。父の薬局事業は没収され、一家は転居強制された。ランド一家はロシア内戦中白軍の支配下にあったクリミアに逃れた。ランドの改装によれば、ランドは高校時代に無心論の立場を取ることを決め、理性を 他のあらゆる人間的価値の上位に置くことに決めた。ランドが16歳でクリミアの高校を卒業した後、一家はペトログラードに戻った。ペトログラードでの生活条件はひどく、時に気が寸前の状態に陥った。ランドはペトログラード国立大学で3カ年のプログラムを終了した。ロシア革命後、大学が女性に解放され、ランドは ペトログラード大学に入学した最初の女性の一人になった。ランドはこの大学の社会教育学部で歴史を専攻した。大学ではアリストテレスを呼び、プラトンの著作に出会った。アリストテレスには最大の影響を、プラトンには最大の反面教師としての影響をそれぞれ受けることになった。アリストテレスとプラトンに次いで、ランドが熱心に著作を研究した。 思想家は、フリードリ・ヒニーチェであった。フランス語、ドイツ語、ロシア語を読むことができたランドは、ヒョードル・ドストエフスキー、ビクトル・ユーゴー、エドモン・ロスタン、フリードリ・ヒシラーなどの作家にも出会い、これらの作家の作品を長く愛読した。卒業直前、ランドは、他の多くの、ブルジョア学生とともに、大学から追放された。しかし海外から訪れた科学者グループからの講義を、 受け追放された学生の多くは学業の終了と卒業を許可されたランドも1924年に大学を卒業したその後1年間レニングラードの国立映画専門学校で学んだ学校の課題の一つとしてポーランド人女優ポーラネグリに関する評論を書きこれがランドの最初の観光作になった この頃までに筆名として、アインランドを名乗ることを決めていた。名前の由来は、諸説あるが、ランドは、本名の聖ローゼンバウムのキリル文字での短縮形アインはフィンランド語での名前、もしくは、目を意味する、ヘブライ語、から取ったと言われる。1925年に出版されたランドの最初の、観光作、女優ポーラ・ネグリに関する2500語の研究論文。 1925年、ランドは、アメリカの親類を訪問するビザを取得した。ニューヨーク港に着いたランドは、マインハッタンのマテンロー軍が降りなすスカイラインに、感激のあまり、後期の涙を流したと後に回想している。米国に泊まり映画脚本家になることを決心していた、ランドは、最初に、シカゴの親類を訪れた。親類の一人は、映画館を一つ所有しており、 彼女が数十の映画を無料で見ることを許した。数ヶ月の滞在後、ランドは、シカゴの親類の家を後にし、カリフォルニア州ハリウッドへと出発した。当初ハリウッドでの生活は苦しく、生活費を稼ぐために、雑多な仕事に従事した。著名映画監督セシル・ビー・デ・ミルトの面識を得て、彼の映画、キング・オブ・キングスでのエキストラに採用され、その後も、 下級シナリオライターとしての仕事を獲得した。キング・オブ・キングスでの仕事中、若く野心的な俳優、フランク・オコナーと出会い、1929年4月15日に結婚。1931年にはアメリカ市民権を取得した。1930年代、ランドは作家業の補助として様々な職業に就いた。その中には、 当時の五大映画会社の一つ、RKO スタジオの一生部門の責任者の仕事もあった。両親と二人の妹を米国に呼び寄せようと何度か試みたが、彼らは移住許可を取得できなかった。ランドが作家として最初に成功した作品は、1932年に映画会社ユニバーサルスタジオに買い取られた脚本、レッドポーンであった。ただしこの脚本は、 結局映画化されなかった。次に書かれた法廷ドラマ、1月16日の夜に、は、まず1934年に、ハリウッドで、エドワード・イークライブによって映画化され、1935年には、ブロードウェイで上演され成功を収めた。劇場版の、1月16日の夜にでは、毎晩観客の中から、売信員が選ばれ、売信員の評決に応じ、 二つ用意された、別々の結末の一方が演じられた。1941年には、映画会社パラマウント・ピクチャーがこの劇の映画版を制作した。ランドはこの映画の制作に参加せず、その結果に対し極めて批判的だった。ランドの最初の小説は、1936年に出版された、半自伝的作品、我ら生きるものである。 ソビエト政権下のロシアを舞台にした、この小説は、個人と国家の対立に焦点を当てている。この小説の1959年版の前書きで、ランドは、私の小説の中で、最も自伝に近い作品である。文字通りの意味での自伝ではないが、知的な意味での自伝とは言える。筋書きは創作だが、背景は創作ではない、と述べている。 出版当初の売れ行きは悪く、アメリカの出版社はこの作品を絶版にした。ただしヨーロッパでは売れ続けた。後に水源等がベストセラーになったことにより、ランドは1959年にこの小説の改訂版を出版できた。以来、我ら生きるものの販売部数は300万部を超えている。1942年にはイタリアでこの小説をもとに、 した二部作の映画、ノアビビ及び、アディオキラが制作された。ランドはこの映画化について知らなかった。この二部作映画は1960年に再発見され、ランドの承認のもと、一本の映画、我ら生きる者に再編集され、1986年に発表された。次の大作、水源を書いた後の休み中には、短編小説、アンセムを書いている。 アンセムには、全体主義的な集散主義が勝利した結果、愛という言葉さえ忘れ去られ、ウィーという言葉にとって変わられた、ディストピア的な未来像が描かれている。この小説は1938年にイングランドで出版されたが、アメリカでは当初この小説を出版してくれる、出版社が見つからなかった。我ら生きる者の場合と同様、その後、水源が、 ベストセラーになったおかげでランドは1946年にこの小説の改訂版を出版できたアンセムの販売部数は350万部を超えている。 1940年代、ランドは政治活動に積極的に関与するようになった。1940年の大統領選挙でランドは夫と共に共和党ウェンデル・エル・ウィルキー陣営のボランティア、先住スタッフとして活動した。この活動の過程で、ランドは初めて公衆を前に演説する経験をした。ニューヨーク市では、 ウィルキー支持のニュース映画を見たばかりの聴衆から時に敵意を剥き出しにした質問を受けることもあった。ランドはこうした敵意ある質問にも遠い側面に答えた。これはランドにとって非常に楽しい経験だった。またこの活動により自由市場資本主義を支持する知識人たちとの交流も生まれた。 ジャーナリストのヘンリー・ハズリット夫妻という人になり、ハズリットの紹介で、オーストリア学派の経済学者、ルートビヒフォン・ミーゼスとも知り合った。ランドと彼らの間には、思想的相違があったが、ランドは、ハズリットとミーゼスの著作を生涯にわたり支持し、彼らもランドへの称賛を表明した。ミーゼスは、ランドのことを、 ザモースとカレージアスマンインアメリカと述べたことがある。この賛辞はランドを特に喜ばせた。ミーゼスがランドをウーマンではなくマンと呼んだからである。ランドはリバタリアンの作家イザベル・パターソンとも友情を育んだ。二人は幾度となく会った。白色なパターソンにランドは夜遅くまでアメリカの歴史や政治について尋ねた。 パターソン唯一のノンフィクション、ザ・ゴッド・オブ・ザ・マシーンには、ランドが与えたアイデアが反映されている。執筆に7年を費やし、1943年に出版されたロマンス思想小説、水源は、サッカーインランド発の大ヒット作となった。この小説は、妥協しない若き建築家、ハワード・ロークと、 セカンドハンダーとの対立を中心に描かれている。セコハン人間とは他人を自己より上位に置き他人を通じて生きようとする人々である。水源はボブスメリル社が出版を引き受ける前に12の出版社から出版を拒否されている。ボブスメリル社が水源の出版引き受けを決めたのは同社の編集者。 アーチボルド・オーグデンが、水源を出版しなければ、会社を辞める、と雇い主を脅したからである。水源の仕上げにかかっている間、疲労と戦うため、ランドは、ベンゼドリンという商品名のアンフェタミンの処方を、受けていた。この薬は原稿を締め切りに間に合わせるための長時間、執筆に役立ったが、ランドは疲弊しきり、 現行完成時、医師から2週間の安静を命じられたほどであった。この薬を約30年にわたり使用し続けたことが、後に彼女と付き合った人々から、気分の移り変わりが激しいと、時に評される一因だった可能性がある。水源は、最終的に世界的成功を収め、ランドに名声と、経済的安寧をもたらした。 1943年、ランドはこの小説の映画化の権利を、ワーナーブラザース社に売却し、同映画の脚本を書くためハリウッドに戻った。水源映画版の脚本を完成させると、ランドは映画プロデューサーのハル・ウォーリスに、脚本家兼、スクリプトドクターとして雇われた。ウォリスの下で、ランドが脚本を書いた映画には、アカデミー賞に、 ノミネートされた、ラブレターや、大空にかける恋などがある。この間、ランドには、他のプロジェクトに関わる余裕ができた。こうしたプロジェクトの一つに、彼女の思想を、ノンフィクションの形で論じた、個人主義の道徳的基礎の執筆計画があった。計画された本は完成しなかったが、この本の内容を要約した、明日への唯一つの道というエッセイが、 リーダーズダイジェスト氏の1944年1月号に発表された。ハリウッドで働く合間、ランドは自由市場を擁護し、共産主義に反対する政治活動への関与を深めた。ハリウッドの反共産主義グループ、アメリカの理想を守るための映画同盟と関係を持つようになり、このグループの立場からの記事を複数書いた。 反共産主義アメリカ作家協会の一員にもなった。イザベル・パターソンがランドタクを訪れ、カリフォルニアに住むランドの名優たちに会った時、パターソンはランドの大切な名優たちに向かって無礼な発言をした。パターソンとランドの不和は、この発言で決定的となった。1947年第二次赤狩りの間、ランドは、 アメリカ合衆国議会会員の非米活動委員会で有効的精進として証言台に立った。ランドはソ連での彼女の個人的経験と映画ソング・オブ・ロシアで描かれたソ連像がかけ離れていることを証言した。ランドはこの映画がソ連での生活を実際よりもはるかに良好かつ幸福に描くことでソ連の状況を著しく歪めていると主張した。ランドはまた 当時評判だった映画、我らの生涯の最良の都市がビジネス界をネガティブに描いている点の批判も希望したが、この点についての証言は許可されなかった。弔問の後、調査の有効性をどう思うか尋ねられたランドは、このプロセスは無駄骨だったと答えている。水源の映画版は、数回の遅延の後、1949年に公開された。 ランド自身による脚本をほぼそのまま使用した映画だったが、ランドはこの映画を始めから終わりまで嫌いで、編集、演技など様々な要素への不満を述べた。水源出版後、ランドは数年にわたり読者から多数の手紙を受け取った。読者の中には、この小説から深い影響を受けた者も,もいた。1951年、ランドは ロサンゼルスからニューヨークに転居した。ニューヨークでランドは、こうした崇拝者たちのグループを、自分のそばに集めた。このグループは、社会主義国家における、集参主義組織を意味するザ、ザコレクティブを自称した。このグループには、後の、連邦準備制度理事会議長アラングリーン・スパンや、若い心理学学生、ネイサンブルメンタルとその妻バーバラや、 バーバラのいとこレナード・ピー・コフもいた。当初このグループは週末にランドのアパートを訪れ思想的な議論をする友人同士の形式張らない集まりだった。その後ランドは新しい小説、肩をすくめるアトラスの原稿を書きながらこの小説の草案をこのグループに読ませるようになった。1954年には 年下のナサニエル・ブランデンとの親密な関係が愛人関係に発展した。この関係は、ランドとプランデンそれぞれの配偶者の同意に基づくものだった。肩をすくめるアトラスの口絵に乗った、ランド1957年に出版された、肩をすくめるアトラスは、ランドの最高傑作になった。ランドはこの小説のテーマを、人間存在における精神の役割と、 そこから導き出される新しい道徳思想、すなわち合理的利己の道徳の提示と説明している。肩をすくめるアトラスでは、ランドのオブジェクティビズム思想の中心テーゼが衝動され、人間による達成に関する彼女の考えが表現されている。この小説では、リストピア化したアメリカ合衆国で、トップレベルの創造性を持つ、実業家、科学者、 芸術家がストライキを決行し、山岳地の奥に密かに独立自由経済社会を建設する。この小説の主人公で、ストライキの指導者であるジョン・ゴールとは、このストライキを国家の富と達成に最も貢献をしている、人々の精神を引き上げることにより、世界のモーターを止めることと述べる。この架空のストライキを通じランドが表現しようとしたのは、 合理的で生産的な人々の努力がなければ、経済は崩壊し社会は瓦解するということである。肩をすくめるアトラスは、恋愛小説、ミステリー、および SF の要素を含んでいる。主人公、ジョン・ゴールトが行う壮大な演説は、ランドの小説作品の中で、彼女のオブジェクティビズム思想を最も詳しく述べたものである。多くの否定的なレビューにもかかわらず、 肩をすくめるアトラスは国際的ベストセラーになった。ジャーナリストのマイク・ウォレスによるインタビューの中で、ランドは自分自身を存命する中で最も創造的な思想家と表現している。この小説を完成後、ランドは深刻な抑うつ症に陥った。肩をすくめるアトラスは、ランドの最後のフィクション作品であり、彼女の人生の転換点であった。 この作品をもって、ランドの小説家としてのキャリアは終わり、大衆的思想家としての役割が始まった。1958年、ナサニエル・ブランデンは、ランドの思想の普及を目的とする、ナサニエル・ブランデン・レクチャーズを設立した。ナサニエル・ブランデン・レクチャーズは、後に、ンビー、ナサニエル・ブランデン研究所として法人化された。n ビーのメンバーは、 同研究所の講演会で講演し、ランドが編集する定期観光誌に論文を寄稿した。ランドは後に、これらの論文のいくつかを書籍化して出版した。ムビーの文化は、知的な礼愛であり、ランドへのあゆ追従であったと批判する者もいる。ムビーの批判者には、ムビーの元研究生や、ブランデン自身が含まれる。ムビーやオブジェクティビズム運動自体が、 カルトもしくは宗教であると述べる者もいる。ランドは文学や音楽から性、髭に至るまで幅広いトピックについて意見を表明した。ランドの追従者の中には彼女の好みを模倣したり、彼女の小説の登場人物に合う服を着たり、彼女と同じような家具を買ったりする者もいた。ムービーの研究生の多くはランドのメガネにかなわなかった。 ランドは研究生たちを厳格な基準に従わせた。自分に同意しないものには、冷たく対応したり、怒りを向けたりすることもあった。ただし、かつてのいい研究生たちの中には、これらの行動は誇張して伝えられており、問題があったのは、ニューヨークで、ランドと、特に親しかった追従者との関係に限られていたと、信じる者も,もいる。 1960年代から1970年代にかけ、ランドは、オブジェクティビズム思想の発展と普及のため、ノンフィクション作品の執筆や学生向けの講演を、精力的に行った。ランドが講演した大学には、イェール大学、プリンストン大学、コロンビア大学、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学などが含まれる。1963年には、ルイス クラーク大学から名誉博士号を授与された。フォードホールフォーラムで毎年講演するようにもなり、講演後は聴衆からの質問に応じた。これらの講演や質疑応答で、ランドは当時の政治的、社会的問題についてしばしば議論の的になる立場を取った。例えばランドは人工妊娠中絶の権利を支持し、ベトナム戦争と徴兵に反対し、 1973年の第四次中東戦争でパレスティナを呼び、アラブと戦うイスラエルを野蛮人と戦う文明人と呼んで支持し、アメリカに入植したヨーロッパ人にはアメリカ先住民から土地を奪う権利があったと述べ、同性愛は不道徳で胸が悪くなると述べながら、同性愛を規制するすべての法律の廃止を唱えた。また、 米国大統領選挙において何人かの共和党候補者を支持した。中でも最も強く支持したのは1964年の大統領選に出馬したバリーゴールドウォーターであった。ランドはゴールドウォーターの立候補を観光誌ザ・オブジェクティビストニュースレターで数回にわたり後押ししている。ニューヨーク州バルハラの県市小墓地にある ランド夫妻の母票1964年、ナサニエル・ブランデンは、若い女優パトリシア・スコットと愛人関係になった。ナサニエル・ブランデンと、妻バーバラはこの愛人関係をランドに隠し続けた。1968年に、ランドがこの愛人関係を知ったとき、ブランデンとの愛人関係は、すでに終わっていたが、ランドはブランデン及び、バーバラと絶縁した。 これにオリンビーは終焉を迎えた。ランドはザ・オブジェクティビスト誌でナサニエル・ブランデンとの絶縁を発表した。絶縁の理由はナサニエル・ブランデンの不誠実及びその他の彼の個人的生活における非合理的な行動であるとした。ブランデンは後にあるインタビューでアインランドの神秘性を永続化したことを呼びオブジェクティビズム運動に浸透した。 あの恐ろしい知的抑圧の雰囲気に寄与したことをすべてのオブジェクティビズム学徒に対し謝罪している。その後数年間でランドは複数の名友と交際を絶っている。1974年、ランドは肺がんの手術を受けた。ランドは数十年にわたるヘビースモーカーだった。1976年にはニュースレターの執筆から退いた。またこの年、 周囲の説得に応じ、彼女の弁護士の所属事務所のコンサルタントであるエバ、エヴァプライアーが、社会保障及び公的医療保障の利用を申請する、ことを許した。1970年代末には、オブジェクティビズム運動における、ランドの活動は徐々に賃貸し、特に1979年11月9日に、夫が死去してからは、賃貸が顕著になった。 ランドが最後に取り組んだプロジェクトの一つに肩をすくめるアトラスのテレビ化があったが、これは未完に終わった。1982年3月6日、ランドはニューヨーク市の自宅で心不全により死去した。遺体はニューヨーク州バルハラの検視小墓地に埋葬された。ランドの葬儀にはアラングリーンスパンを含む複数の著名追従者が散列した。ランドの棺のそばには ドルマークをかたどった高さ180センチのフラワーアレンジメントが添えられた。遺言上でランドはレナード・ピーコフを遺産相続人に指名していた。ランドは自らの思想をオブジェクティビズムと呼んだ。ランドによればオブジェクティビズムの本質は人間を英雄的存在とみなす人間観であり、この人間観によれば自己の幸福の追求が 人生の正しい目的であり、生産的な達成が人間にとって最も崇高な活動であり、理性が人間にとって唯一の絶対的基準であるとされた。ランドはオブジェクティビズムを一つの思想体系とみなし、自らの主張を刑事上学、認識論、倫理学、政治思想、及び美学に展開した。刑事上学においては実在論を支持し、 神秘主義あるいは超自然主義にはあらゆる形態の宗教を含めすべて反対した。認識論においては感覚を通じた知覚及び理性をすべての知識の基礎とみなした。ランドは感覚を通じた知覚の妥当性を自明とみなした。理性を人間の五感を通じて提供される素材を識別し統合する能力と説明した。直角。 直感、啓示、あるいは、ただわかるといった、非知覚的知識あるいは先見的知識の存在を主張する立場をすべて拒絶した。ランドは、オブジェクティビズム認識論入門において、概念形成の理論を提示し、分析、総合の二分論の否認を支持した。倫理学においては、道徳原理として合理的エゴイズムを主張した。ランドは、個人は、自己を、 他者の犠牲にすることも、他者を自己の犠牲にすることもなく、自己自身のために存在するべきであると述べた。ランドは、利己主義という気概という著書で、エゴイズムを自己保義であることの美徳と呼んだ。この著書でランドは、イズオート問題に対する彼女の解決を示した。その解決は、道徳の基盤を、人間が人間として生存する。 必要性におくめた倫理学に依拠するものであった。ランドは道徳的利他主義を人間の生命及び幸福に対する要求と相入れないとして非難した。自分の側からの強制力の行使は邪悪かつ不合理であると考え、肩をすくめるアトラスの中で強制と精神は相反すると書いた。ランドの政治思想においては 財産権を含む個人の権利が強調された。ランドは自由法人資本主義を唯一の道徳的な社会システムとみなした。彼女の見解では自由法人資本主義が個人の権利を保護を基盤とする唯一の社会システムだったからである。国家主義には反対した。ランドが考える国家主義には真剣政治、絶対君主制、ナチズム、 ファシズム、共産主義、民主社会主義、独裁性も含まれた。ランドは、強制力による権利の実現は、憲法による制限を受けた政府のみが行うべきで、あると信じた。政治に関するランドの見解は、しばしば保守、またはリバタリアニズムに分類されるが、彼女自身が好んだ故障は、資本主義徹底派であった。ランドは、政治運動で保守派と、 共同したが、宗教や倫理などの問題では、保守派に同意しなかった。リバタリアニズムを無政府主義と同類視し,して非難した。無政府主義は、主観主義に基づくナイーブな理論であり、実践においては、集参主義にしか繋がらないとして退りけた。ランドの美学は、芸術家による、刑事上学的価値判断に基づく、現実の選択的再創造として定義される。 芸術は哲学的概念を人々が把握しやすい形式に具現化することによって人間の意識のニーズを満たすものであると述べた。作家としてランドが最も力を注いだ芸術形式は文学であり、ロマン主義を文学において人間の自由意志の存在を最も正確に反映するアプローチとみなした。ランドは自分の文学へのアプローチを ロマン主義的写実主義と称した。ランドはアリストテレスに最も大きな影響を受けたと認めている。哲学の歴史上推薦できるのはアリストテレス、アクイナス、アインランドの3人の絵だけだとも述べた。事実ランドがアリストテレスに追うところは大きく、マイク・ウォレスによる1959年のインタビューで、ランドは私が 精神的に恩義を受けていることを認めるのはアリストテレスだけです。アリストテレスは私がこれまで影響を受けた唯一の哲学者です。アリストテレスの影響による部分を除き私は自分の思想を自分自身で築き上げましたと答えている。ただしランドは若い頃にフリードリヒ・ニーチェからインスピレーションを受けてもいる。研究者によるとニーチェの影響は ランドの日記の初期の記述や、後に、ランドが改訂した、我ら生きる者の初版の文章や、彼女の叙述スタイル全体などに見出される。ただしランドは、水源執筆時までには、ニーチェの考えを拒絶するようになっている。また、初期ランドが、どの程度、ニーチェの影響を受けたかについては、疑問が出されている。ランドが特に軽蔑した哲学者の中には、 イマヌエル・カントもいた。ランドはカントをモンスターと呼んでいる。ただし、哲学研究者のジョージ・ウォルシュとフレッド・セドンは、ランドがカントを誤解し、見解の相違を誇張していたと主張している。ランドは、哲学への自分の最も重要な貢献は、概念論と倫理学。それから悪、すなわち、権利の侵害は、自分の側から強制力の使用によって、 存立するという政治学上の発見であると述べている。認識論は哲学の根本をなす部門の一つと信じ、理性の商用を自分の哲学の最も重要な側面とみなした。私は資本主義の擁護者というよりは、エゴイズムの擁護者であり、エゴイズムの擁護者であるというよりは、理性の擁護者である。理性の思考性を認め、これを一貫して適用すれば、 残りは当然のこととして導かれると述べた。ランドの作品は、彼女の存命中から、強烈な賞賛と非難の両方を巻き起こした。最初の小説、我ら生きる者は、文芸評論会一メンケンに賞賛された。ブロードウェイで上演された、演劇、1月16日の夜に、は、批評家からも、観客からも好評だった。水源は、 ニューヨークタイムズ紙のレビューアーから偉大と評された。ランドの小説の出版当時には上調でメロドラマ的であるとあざける批評家もいた。それでもランドの小説は主に口コミを通じてベストセラーになった。ランドが最初にレビューを受けた作品は1月16日の夜にだった。この劇に対しては概ね肯定的なレビューが寄せられた。しかしランドは 肯定的なレビューにも決まりの悪い思いをしていた。この劇の上演にあたり、プロデューサーが彼女の脚本を大幅に変更していたからである。ランドは、最初の小説、我ら生きる者には、多くのレビューが書かれなかったと信じていた。しかしランド研究者のマイケル・エスベルリナーは、この小説に対して、200以上の出版物で、約125件のレビューが公開されていることを、 明らかにした。ベルリナーは、我ら生きる者は、ランドの作品の中で最も多くのレビューが書かれた小説であると述べている。我ら生きる者に対するレビューは、全体として、後のランドの作品に対するレビューよりも、肯定的だった。1938年に出版された短編小説、アンセムは、 イングランドで出版された初版も、その後の改訂版も、レビューアーにはほとんど注目されなかった。ランドの最初のベストセラー、水源は、我ら生きるものに比べ、書かれたレビューの数が、はるかに少なかった。レビューアーの意見も、まちまちだった。ニューヨークタイムズが見に掲載された肯定的なレビューの、一つは、ランド自身も高く評価した。この、レビューの書き手は、 ランドを、きらびやかに、美しく、通列に書く、素晴らしい力を持つ作家と呼び、この偉大な作品を読めば、我々の時代における基本的な概念のいくつかについて考え抜かずにはいられないだろうと述べた。他にも、肯定的なレビューはあったが、ランドはそれらのほとんどを、自分のメッセージを理解していない、もしくは掲載趣旨がマイナーであるとして、無視した。 否定的なレビューのいくつかは、この小説の長さを批判していた。例えば、あるレビューアーはこの小説を、本のクジラと呼び、別のレビューアーは、この小説に入れ込む人間には、紙の配給に関する、厳しい授業を受けさせる必要があると書いた。登場人物に同情心がないと批判する、レビューアーや、ランドの文体を、不快なほど単調と批判する、レビューアーもいた。 1957年に出版された肩をすくめるアトラスには多数のレビューが書かれた。多くのレビューがこの小説に極めて否定的だった。保守派の批評家ホイタッカー・チェンバースはナショナルレビュー誌でこの小説を青臭くとんでもなく愚かしいと評した。チェンバースは この小説が救済のないトゲトゲしさに貫かれていると述べ、ランドが神を拝した体制を支持していると非難し、肩をすくめるアトラスのほぼすべてのページから、痛ましい必然による命令として聞こえてくる声がある。ガス室に行け、の声だと述べた。肩をすくめるアトラスに対する肯定的なレビューもいくつかの出版物で書かれた。例えば著名な書評家、ジョン・チェンバレンは、 この小説を称賛した。しかし、後に、ランド研究者のミミリーセル・グラッドスタインが書いた、ところによれば、レビューアーたちは、まるで国標の巧みさを競い合うかのようだった。彼らは、肩をすくめるアトラスを、意むべきハったりと評したり、悪夢と評したりした。この小説が、悪によって書かれていると述べたり、無慈悲な。 弱い者いじめと、上調さを示しているなどと述べたりした。作家のフラナリー・オコナーは、友人への手紙で、アインランドのフィクションはおよそ考えられる中で、最低のフィクションだ。地下鉄で拾い上げたら、すぐそばのクズ箱に直行だろうと書いた。ランドのノンフィクションについて書かれたレビューは、彼女の小説について書かれたレビューより、ずっと少なかった。ランドの最初のノンフィクション、 新しい知識人のためにに対する批判の趣旨は、肩をすくめるアトラスに対する批判の趣旨と、ほぼ同じだった。哲学研究者シドニー・フックは、ランドの革新を、ソビエト連邦での哲学の書かれ方になぞらえた。作家ゴアビダルは、ランドの見解を、その不動特性において、ほぼ完璧と評した。その後の著書は、発刊するたびにレビューアーから注目されなくなった。 2005年、アインランド生誕100年にあたり、評論家のエドワード・ロスタインは、ニューヨーク・タイムズが見で、ランドのフィクションは古風で、ユートピア的な、レトロファンタジーであり、理解され、損ねた、芸術家によるプログラム的新ロマン主義であると述べた。またロスタインは、ランドの小説の登場人物たちによる、民主社会に対する孤立した拒絶を批判した。2007年、 書評家のレスリー・クラークは、ランドのフィクションを、疑似哲学の青サビがついたロマンス小説と評した。2009年、男性向けファッションビジネス・カルチャー誌、GQ コラムニストのトム・カーソンは、ランドの著書を、ベン・ハーや、レフト・ビハインドシリーズと同類の、資本主義版のミドルブロー宗教小説と評した。ウォルト・ディズニー・ワールドのエプコットテーマパークにある、 アメリカンアドベンチャー館入り口正面の壁に刻まれたアインランドの小説水源からの引用文人類の歴史には常に己のビジョン以外何一つ携えず新たな道へと踏み出すものが存在した1991年アメリカ議会図書館と米国最大の書籍通販組織ブック・オブ・ザ・マンス・クラブは同クラブ会員に 人生で最も影響を受けた本を尋ねる調査を行った。この調査で、ランドの肩をすくめるアトラスは、聖書に次2番目に多くの票を集めた。また、1998年のランダムハウス、モダンライブラリーのアメリカの一般読者が選んだ20世紀の小説ベスト100で肩をすくめるアトラスが第1位、水源が第2位を獲得し、 また10位内に4つの作品がランクインした。ランドの著書は現在も幅広い読者に購入され読まれ続けている。販売総部数は2013年時点で2900万部を超える。なお、販売総部数の約10%はアインランド協会による学校への寄贈用である。ランドの影響が最も大きいのは米国であるが彼女の作品は 世界中で関心を引いている。インドでは、現在もランドの作品が、ベストセラーに名を連ね続けている。同時代でランドを称賛した作家には、アイラ・レビン、ケイ・ノルティ・スミス、エルニール・スミスなどがいる。後の世代の作家であるエリカ・ホルツァーや、テリー・グッド・カインドも、ランドの影響を受けている。人生や、思想の上で、ランドに、 重要な影響を受けたことを公言しているアーチストには他に漫画家のスティーブ・ディッコやハードロック、プログレッシブロックバンドのラッシュのドラマー、ニール・パートなどがいる。ランドはビジネスを肯定的に描いてみせた。このため経営者や起業家の中にもランドの作品を称賛する者やランドの作品の普及に努める者は多い。 銀行持ち株会社 BB&T のジョン・アリソンのエド・スナイダーはランドの思想の普及活動に資金を拠出した。他にもプロバスケットボールチームのダラス・マーベリックスのオーナー、マーク・キューバンや食料品、スーパーマーケットチェーンのホールフーズマーケットの CEO、ジョン・ P ・マッキーなど様々な経営者、企業家が自分の成功にランドが重要な役割を果たしたと述べている。 ランドとその作品は、アニメ、ライブコメディ、ドラマ、ゲームショーを含むテレビ番組や、映画、ビデオゲームなど、様々なメディアで取り上げられている。ランドやランドをベースにしたキャラクターは、米国の著名な作家たちによる、様々な文芸作品や SF に登場し、大きな存在感を示している。リーズン氏の編集主管であるニックギレスピーは、ランドの名声は、 死いたげられた形で不滅になっています。様々な作品に登場しているランドには、まるで主人公のようなインパクトがあります。ランドを冷酷で、非人間的と非難することは、大衆文化に浸透しきっていますと述べている。ランドの生涯については2本の映画が制作されている。ドキュメンタリー映画、アインランド、アセンスオブライフは、アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞に、 ノミネートされた。1999年に制作されたテレビドラマザ・パッション・オブ・アインランドはバーバラ・ブランデンによる同盟の電気をドラマ化したもので複数の賞を受賞した。ニック・ガエターノがデザインしたランドの肖像画は米国の切手にもなった。2009年のティーパーティー集会で参加者の一人が掲げていたプラカード。アインランドの小説。 肩をすくめるアトラスの主人公、ジョン・ゴールとの名前に言及している。ランド自身は、保守やリバタリアンに分類されることを拒否していたにもかかわらず、ランドは、右派政治運動やリバタリアニズムに強い影響を与え続けている。ケイト研究所の上級研究員、ジム・パウエルは、近代における、アメリカのリバタリアニズムにおいて、最も重要な三人の女性として、 ローズ・ワイル・ダーレイン、イザベル・パターソンと共にアインランドを挙げている。リバタリアン島の創設者の一人、デビッド・ノーラインは、アインランドがいなかったら、リバタリアン運動は存在しなかっただろうと述べている。ジャーナリストのブライアン・ド・ハティは、リバタリアン運動の歴史を記述する中で、ランドを、20世紀のリバタリアンの中で、社会全体に最も大きな影響を与えた人物と、呼んでいる。 電気作家のジェニファー・バーンズは、ランドを、右派の人生への究極のゲートウェイドラッグと呼んだ。ウィリアム・ F ・バックリー・ジュニアをはじめとする、ナショナルレビュー誌の寄稿者たちは、ランドを厳しく批判していた。1950年代から1960年代にかけて、同誌には、ウィテカー・チェンバース、ゲイリー・ウィルズ、及びエム・スタントン・エバンズによる、多数の批判が掲載された。 しかしランドの保守派への影響があまりにも大きかったため、バックリーをはじめとするナショナルレビュー指揮校者たちも伝統的価値観念やキリスト教的精神と資本主義の用語をどうすれば統合できるか再検討することを迫られた。妊娠中絶合法化を支持し、神の存在を否定するなど、ランド自身は保守派としては典型的ではない立場も取っている。 しかし、政治の世界で、ランドからの影響を公言する人物は、一般に保守派で、米国共和党の党員であることが多い。1987年に、ニューヨークタイムズが見に掲載された記事で、ランドは、レーガン政権の、警官小説家と呼ばれていた。共和党連邦議会議員や保守派の政治評論家も、ランドの影響を受けたことを認め、ランドの小説を推薦している。 2000年代末の金融危機は、ランドの作品、特に、肩をすくめるアトラスへの新たな関心を呼び起こした詩は、伝統的なヒエラルキーを逆さにし、富や、才能や権力を握る人々を非抑圧者に変えてみせるのが、常に、ランドの特殊な才能だったと論じ、ザネーション詩は、ランディアニズムの道徳公文法とファシズムの類似性を主張した。ランドの存命中、 彼女の作品はアカデミズムの世界の研究者からはほとんど注目されなかった。ランドの思想に関する最初の学問的書物は1971年に出版された。その著者はランドについて書くことはランドを真剣に取り扱ったことでランドとの連座による罪に問われかねない危険な企てであると述べた。1982年に ランドが死去する前に、ランドの思想に関するいくつかの論文が学術誌に掲載されているが、その多くは、ザ・パーソナリスト誌に掲載されたものだった。リバタリアンの哲学研究者、ロバート・ノージックによる、ランディアンの主張についてはその一つである。この論文でノージックは、刑事上学における、ランドの主張に不備があり、デヴビッド・ヒュームが提起したイズ・オート問題が、 解決されていないと論じた。パーソナリスト氏には、ノージックに対する他の哲学研究者からの反論も掲載された。反論者たちは、ノージックが、ランドの立場を誤って述べていると主張した。ランドの存命中、文学者としてのランドを学問的に検討した論考は、さらに限られていた。演劇研究者のミミ・グラッド・スターンが1973年に、 ランドの研究を開始した当時、ランドの小説に関する学術論文は一本も見つからなかった。1970年代を通じて発表された文学者としてのランドの研究論文は3本だけだった。ランドの死去後、ランドの作品への関心は徐々に高まった。歴史家のジェニファー・バーンズによれば、これまでランドに対する研究者たちの関心には、 重なり合う三つの波があり、そのうち最も新しい波は2000年以来の学問的研究の爆発である。ただし現在、ランドやオブジェクティビズムを哲学上の専門や研究分野に含める大学はほとんど存在しない。多くの文学科や哲学科では、ランドは大衆文化現象とみなされ、真剣な研究の対象として扱われていない。 学術機関で、ランドの作品について教授している研究者としては、グラッド・スタイン、クリスマシュー・スカバラ、アラン・ゴットヘルフ、エドウィミエイ・ロック、タラ・スミスなどがいる。スカバラは、ランドの哲学的及び文学的業績の研究に、貢献する超党派の査読付き定期観光誌である、ザ・ジャーナル・オブ・アインランド・スタディーズの共同編集者を務めている。1987年、 ゴッドヘルフは、ジョージ・オルシュと共に、アインランド・ソサイアティの創設を支援した。ゴッドヘルフは、ランド及びランドの思想に関するセミナーを積極的に、講演している。スミスは、ランドの思想に関する、学術的な本及び論文を複数書いている。ケンブリッジ大学出版局から出版されたランドの倫理論に関する書籍、アインランドの規範倫理。 うとくのエゴイストはその一つである。ランドの思想はクレムゾン大学及びリューク大学でも研究対象になっている。英米文学の研究者はランドの作品をほぼ無視している。ただし1990年代以降はランドの作品に注目する研究者が増えている。ランド研究者のダグラスデン。 アイルとダグラス・ビーラ・スムッセンは、ランドの思想の重要性と独自性を強調する際、ランドの文体が、文学的、誇張法的、かつ感情的であると述べた。哲学研究者のジャック・ホイーラーは、ランドの倫理学には、絶え間ない体現相互とランディアンの憤怒の絶え間ない、発散があるが、この倫理学は、極めて巨大な業績であり、その研究は、他の、 どの現代思想の研究より、はるかに有益であると述べた。2001年に、ジョン・デビッド・ルイスは、オンライン文学百科事典、リテラリー・エンサイクロペディアのランドの孔で、ランドは、同世代の作家の中で最も知的に挑戦的な、フィクションを書いたと断言した。ザクロニクル・オブ・ハイアー・エジュケーション紙の1999年のインタビューで、スカバラは、 彼らがランドを笑うことは分かっていると述べながら、学術界でもランドの業績への関心が高まると予言した。哲学研究者のマイケル・ヒューマーは、ランドの思想、特に倫理学は解釈が困難で論理的な一貫性に欠けており、これに説得される人は非常に少ないと主張した。ヒューマーは、ランドが注目を集めるのは、 特に小説家として、人を引き込まずにはいない文章を書く才能のためで、あるとしている。肩をすくめるアトラスが、ルートビヒフォン・ミゼス、フリードリヒ・ハイエク、フレデリック・バスティアといった、他の古典的自由主義哲学者の作品だけでなく、ランド自身のノンフィクション作品よりもよく売れるのは、ヒューマーによれば、ランドの、この才能のためである。政治学者のチャールズ・マーレーは、 ランドの文学的業績を称賛する一方で、ランドが自分の思想をジョン・ロックやフリードリヒ・ニーチェなどの先行する思想家たちからも受け継いでいることを認めず、哲学的にアリストテレスにのみ追っていると主張したことを批判している。マーレによれば、アリストテレスにはかばかり助けられただけで、オブジェクティビズムが自分の頭脳から生まれ全面開花したと主張する。 ことによって、ランドは、現実から帰りしただけでなく、子供じみることにもなってしまった。ランドは、オブジェクティビズムが統一された、思想体系であると主張したが、哲学研究者のロバート・エイチバスは、ランドの中心的な倫理思想が彼女の中心的な政治思想と一貫せず矛盾すると主張した。1985年、ランドの相続人、レナード・ピー・コフは、 ランドの思想及び作品の伝播を目的とするヒエリ組織、アインランド協会を設立した。1990年、哲学研究者のデビッド・ケリーは、アトラス・ソサイエティとして知られるオブジェクティビズム研究所を設立した。2001年、歴史家のジョン・マカスキーは、 アカデミズムの世界で行われる学問的なオブジェクティビズム研究に資金を提供するオブジェクティビストの奨学のためのアンセム基金を組織した。BB&T 社の事前基金もランドの思想や作品の教授に資金を提供している。資金の提供を受けている学校にはテキサス大学オースティン校、ピッツバーグ大学、およびノースカロライナ大学チャペルヒル校などがある。 これらの資金提供がランドに関連する研究や教授を条件としていることが議論になるケースもある。ありがとうございます。